はいどうもピヨキングです。今日もですね世界のコースやっていきますか。でね、最初に見つけたコースなんですけど、これ簡単な一発回りよって書いてるじゃん。これさ絶対簡単じゃないよね。あのクリア率がさ 0.74% しかなくて、まあ詳しく見るを見てみると、なんか針スタートしてすぐ針があると思うんだよね。まあその針をくぐり抜けて、なおかつあのファイヤーフラワーをね取らなきゃいけないっていうステージなんですよ。いや非常に難しそう。クリア率もね 0.74% しかなくって、相当難しいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。簡単な一発マリオ、まあ、これすぐ右に行ってシャガジャン空中スピンでいいと思うんですよ。よし、オッケー。それじゃあね、さっきまで人気ランキングのコースやってたんですけれども、あのねこのザ・イルージョン・オブ・チョイシュってめっちゃ簡単チョイシュとか言ってしまったけど、まあ、このザ・イルージョン・オブ・チョイスっていうコースがあったんですよ。まあ、クリア率は 1.62% で、これ多分トロールじゃないよね。このイリュージョンっていう意味はね、確か幻覚とかだったっけ。確かあ、なんかトロールっぽいね。なんかそこトロールっぽい。ほらほらほら、あ、これトロールコースかもしれない。いや、まあまあトロールコースをね探そうとしてたんでっていいんですけどね。さてこれはオンオフをすればいいのかどうなんだろう。はい、トロールだ、これはトロールだ。このオンオフをしたらダメなのは分かりました。じゃあこのまま右に、危なっ読めてんだよ。こっちは全然読めてなかったけど、そのまま右に行く。これ引っかかる。ここがあれでしょ、安心の場所でしょ。ちょっと何言ってるか分かんないけど、じゃあこのまま右に行って、これキャップ。え、ブブ嘘、こっちダメなの。あ、え、お前かチョロペ。さてそれじゃあ今回このオンオフをして、このまんま何もしないでおこうか。オッケーオッケー。そしてこれは、え、おー、ビビったなるほど。え、ちょ、え、あーい、バネー爆発した瞬間右に行ってこう入る。オッケー、これでいいでしょう、これで正解でしょう。そして次は、お、ここを左、ここ、あ、なんか左下って矢印書いてる。あ、え、やめて左下に行っておいてすぐこっち、そうそう、ここで待ってればいいでしょう。オッケー。そして上のツタン登ってこのまま右に行こうか。うわ、なんか出てきた。うわ、危ねえ危ないね、読めてんだよ金魚。そしてこのまま右に行って、うーわ、これさ上絶対無理じゃん、下しか無理だと思うんですよ。だから、いや待てよ、あのガリガリの間になんか隙間あるね。だから多分こっちで当たって下に行くみたいな。うそここはもう普通に下から行けばいいのか。これ怪しくね。まあこれ出さないことには絶対いけないもんね。え、おほほ、キノコくれるんだ、ありがとうございます。それじゃあ赤の土管入っていきますか。次はですね、これちょっと先行っておく。オッケーオッケーオッケー。なんかね、勘がそう言ってたんですよ、僕の勘が。なんか閉じ込められると思いました。そしてここチェックポイント1。さてチェックポイント1っていうことは、ここに旗があるのか。それじゃあここね、落ちてすぐ左だね。あのリフトに乗ったらいけないってことでしょう。そしてこれは上でいいのか、これ上に行けるのか。いや、このままジャンプしていい？ほっ！やったそしてこれ上へ、まあ中間ポイント取ったしね、このまんま下のドアに入っていこうか。多分こっちが正解だね、上行けなかったもんね。そしてこれはめちゃくちゃ怪しいんだよな。これ下から行ったら多分青のリフト、あれ変わっちゃうから、あの青のあれね、そうそうそう、こっちが正解だと思います。リフトじゃない、ブロックねそして今度、え、じゃあこれ下から行けってこと？行けるんだなるほどね、これ罠っぽい方が罠じゃないっていう感じだと思うんですよね。そしてこれはこのまま左でいい？あれ？何もできんくね？あ？あ、え、え？どっかいる？あー！左下にいたマリオがマリオ左下にいましたね。それじゃあ次はここはどうしよう。この青のとこ、ここ入ってみる。まあここしか行けないもんな。そして今度はジャンプして、これはオンオフしたら多分罠っぽいから、このまま走って砲台のところに行きます。オッケーやった、やっ
速攻左だね。オッケーあのブラッパね、いやブラッパきついよね。なんかさ、トロールコースでブラッパ多いよね。さて今度は上と下どっちか。これね、下が正解だと思うんだよな。もうこの制作者さんの癖が分かりました。多分こっちでいいでしょう。なんで上っぽいね。こっち入っていこうか。オンオフ押して上に行くでしょ。あ、なんもないね、このオープン。それじゃあこのまま土管に入っていきます。そして今度は、ま、何が待ち受けてるんだろう。危なっ。え、どうすればいいこれ。うわあいや今ね、上から降ってくるの見えたんだけどさ、加速が足りなかったね。マリオの初速っていうのから、あれがめっちゃ遅いからね全然避けきれないっていう。カロンをきっちり避けよう。ほっ、オッケー。そしてこれはオンオフしてみようか。でパワーブロック叩いたら、あのパックン、あ、え、おー、やったやった。このままいけるみたいな感じ。うーわ、怖っ。これ取ってみる。あくっそー、やられたえ、これどうやってやられんの。テレサさん、ジャンプしたらいけないのかなこれ。このまま、オッケーオッケー、多分ジャンプしたらいけないっぽかったね。そして今度はバネが押してくる。なるほど。そしてこの青の土管に入ればいいのか。了解です。そしてあれ、戻ってきたね。戻ってきました。戻ってきましたけれども、鍵が手に入ってるから、さっきさ、この下のドアに入ったらなんか鍵ドアあったよね。多分そこに行けると思うんだよな。このドア入っていきますか。あ、ここが行けるようになってる。ここの鍵ドアはもう入れないでしょう。だからこのまま右行くしかないもんな。うわ、ビビった。はっはっはっは、またお前か。多分ここはもうすぐ右、すぐ右、バネが出るより早く。オッケー、よしよしよし。そしてこれ上でしょ、多分右下。いや、なんか降ってきそう。なんか降ってきそうだよね。あ、なんもないの。なんか下にね、クリボーがいるんですよ。あんね、なんかヒントっぽいよな。多分鍵とかなんか手に入れるみたいな、あのクリボー倒して。まあいいや、このまま上行ってみますか。ちょっとゆっくり行こう。靴を履いたクリボーが2体いるね。これはなんかこのクリボーがね、ヒントになってると思うんですけど、ちょっとよくわかんないな。じゃあ僕左の靴の方が好きなんで、この左の靴履いていきます。ほっ。え、でこのままヒップドロップ。あら、え意味わかんない。あ、こっち行けるようになってる。オッケーオッケー。なんかわかんないけど、多分こっちが正解でしょ。あ、わかったわかった。 P の音がなくなって上に行けばいいんだ。多分コインになってるからね。オッケーオッケー。そしてまた左に行けばいいと思うんだよな、こっちで。あの下のドアに入ればいいみたいな。ほら、なんか P 音なってるでしょ。これで鍵入れるみたいな。オッケーやったやったやった。次に進めました。これで中間ポイント欲しい。そろそろ、あ、待って、くっ、え、なんこれ、中間ポイント欲しいな、めっちゃ欲しいな。これまたバネ出てきそうだから、速攻右に行きますね僕。はっ、え、はっ、はっはっは、え、待って待って、意味わかんない。え、土管入れないんだけど。鍵ドアに行ったらやられるから、ちょっと別のとこ行くね。この上のとこ行ってみようか。この上もっかい行ったらいいみたいな。多分大丈夫これ。はっはっはっは、ゴールじゃんこれこんなとこにあったのかお前は。はい、やったぜこの動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。